リジーはフリーソフトウェアのコンピュータ用ソフト。リジーはディープラーニングで強化されたオープンソースの囲碁思考エンジン、リーラゼロの GUI フロントエンドである。対局も可能ではあるが、AI を利用した検討、研究に特化した作りになっている。Java で記述されているため、使用する PC に JDK もしくは JRE がインストールされている必要がある。Windows の場合、 ZIP ファイル内のリジー、ジャーをダブルクリックするでリジーが起動する。X キーを押すと操作方法が表示される。標準で対応しているリーラ0以外にも設定を行うことにより別の試行エンジンを使用可能となる。アベマ TV でのグロービーズ、アクスブスプロ騎士では解説の際にリジーが使われてれたが、その際は試行エンジンもグロービーズアズが使用された。 また2019年10月1日に公開された、リジーバージョン0.7では、リーラゼロに加えて、標準でカタゴにも対応した。カタゴに試行エンジンを切り替えた場合、勝率に加えて、目数差の予測も表示される。リジーを使用しての以後の研究が、プロ騎士の間でも、盛んに行われるようになったが、リーラゼロなどの試行エンジンを動作させるためには、 高性能な PC が必要なこともあり、Amazon Web サービスや Google クラウドプラットフォームなどのクラウドコンピューティングサービスを利用している例もある。PC の設定に不慣れな人向けにリジーを標準搭載した PC も発売されている。ありがとうございます。